ありがとうございます。改めてご紹介します。ピアニスト作曲家の阿部美玲さんです。阿部です。私は元の芸術監督をしております関東神奈川芸術劇場の芸術監督をしております次第明太です。こんばんは。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私非常に芝居、僕は演劇人なんですけども芝居を作る上で音楽っていうのはすごく大切な存在でして、ミュージシャンに対しての憧れっていうのも非常にあったりする人間なのでいつも演劇を作る時にミュージシャンさんと仕事するのはとても楽しみです。でそんな中で阿部さんとは2年前に私が、4年前にこの劇場に来たんですけど2年前から芸術監督正式になりましてその時の第一作目としてストレンドベリーという作家のですね夢の劇っていうお芝居を作らせていただいたんです。その時に、音楽家として参加していただき作曲もしていただきそして演奏していただき、その時は他にもママミルクさんの2人とそれからドライブタイムさんと一緒で4人だったんですけども、それがですね本当不思議な話だったんですよね。あれねなんかとっても楽器曲よくはそうですね不思議だし哲学的だし、かなり大変な。で僕知人 の、 演劇人というか今度ドリームプレイをやるんだけどあれかもうみんなみんななんかちょっとあれは大変だ、ね、本当に大変だったんですね。というのはベルリン天使の歌という映画ありましたよね。あれの原作になったというかその発想の原作になったという形で天使も女の子が、ね、降りてきて地上に降りてきて人間の中に混じって人間って何て苦しそうなのみたいなことを言って、最後は去っていくという話なんですけど、その中で劇場のシーンというのがありましてね。でそのシーンを、4名の方々にこうそれぞれ作曲していただいたんですが、このシーンはぜひ三谷さんに作曲していただきたいということで作っていただいた劇場の夢という、劇場に携わる人間では劇場の夢ってなんかタイトルだけでこう、ね、こうワクワクするものがありました。こうなんて言うんでしょうね、踊り子たちがいて役者たちがいてそこでスタッフたちがいてその舞台を開くためにこうバタバタしている風景っていうのは結構僕は好きで、その様子をね、なんか音楽できないかというバレリーナはバレエのレッスンをしている役者はなんか発声練習して誰かはスタッフはトンカチ叩いて怒られてるみたいなそういうような雰囲気を作っていただけないかというので作曲をお願いして、でこれは三谷さんのパートだったんですけどその曲が大好きなので、まずちょっと演奏していただいてもよろしいですか。ドリームプレイを目的に作った劇場の夢
ありがとうございます。本当にいろいろとお話を伺わせていただいて、とっても楽しい時間を過ごさせていただきまして本当にありがとうございました。そしたら最後にこれも僕の三田さんの曲で大好きな曲で「おこた」っていう曲があるんですけども、その曲を、実際「夢の劇」っていう作品の中でも最後にちょっと使わせていただいた曲なんですけど、その曲を最後にちょっと、お聞かせいただければと思います。はい、さっきの「聴く」っていう話でいうと、これ正式なタイトル「オーダ・アル・ベラーノ」っていう夏をたたえる歌なんですけど、夏にプールの中に潜って2ヶ月間の夏の音を全て聞くっていう設定で作った曲なんです。あ、そうだったんですか。なんかいろんな夏の移ろいを冷たい水の中で、じゃあそんなイメージをちょっと皆さん頭の中に浮かべていただき、お聞かせいただければと思います。今日は皆さん、長いこと長い時間ありがとうございました。もう一度改めてご紹介します。阿部梅太郎さんです。今日はどうもありがとうございました。それではまた今後ともまたこのカートに遊びに来ていただいて、いろんな演劇やいろんなコンサート美術展等をご覧いただければと思います。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。